ジャミーンさんですね。はい。はい。では僕のことはトシと呼んでください。トシですね。はい、トシさん、はい。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。じゃあ今回初なのでお互いに自己紹介から最初やりましょうか。はい。じゃあ僕の方からいきますよ。はい。はい。じゃあ初めまして。私の名前はトシと言います。で、iTalki始めて、まあ、今日始めたばっかりなんですよ。え、なのでそうですか？ジャメインさんが3人目です。3人目の生徒さんです。はい。それで、まあ、iTalki以外では、僕は看護師の仕事をしてます。ちょっと事情があって、今、看護師してないんですけど、看護師ってわかります？ナースですか？あ、イエス。そう。看護師はヌースです。大変な仕事なんですね。そうなんです。なので辞めました。どのくらいやっていましたか？大変だったので、全部で5年間やってました。ああ、すごい、うん。お疲れ様です。5年間やって辞めてありがとうございます。はい、うん、で、今、そうですね。このコロナウイルスで海外に行けなくなってしまって、それで、iTalki の方で、まあ、英語を勉強してたんですよ、もともと。海外で仕事をしたくて。それで勉強してたんですけど、ちょっと海外にも行けなくなって、iTalki でじゃあ日本語を教えてみようかということで始めてみました。あとは、まあ、趣味は、最近は時間があるときは英語の勉強をしたり、まあ、将棋をしたりしてます。将棋ってわかります？はい。GO。え、あ、ゴーじゃない方。ゴーじゃないんですね。あ、将棋は、どんなゲームなんですか？チェスに似てます。かなりチェスに似てます。あの相手のキングをチェックメイトするような、そういうゲームですね。ただ、まあ、コマの一つ一つに日本語で、あのコマの名前が書いてあって、で、コマの数もチェスよりいっぱいあります。だから、とても複雑ですね。難しいものになってます。興味があったら、ぜひやってみてください。難しそうです。じゃあ、僕の方はこれで終わりです。今度はジャミンさんの方、お願いします。はい、私の名前はジャミンです。今、小学校で音楽を教えています。はい、2年前、日本に行って、1年間仕事をしてます。英語を教えました。はい、趣味は、ギターを弾くこととか、陶芸をすること。陶芸？陶芸。あ、陶芸？はい、ポップとか作るやつ。はいはいはい、すごいな。あ、それを趣味でやってるんですか？はい、そうですね。家にその陶芸をする道具があるっていうことですか？はい、最近なんていうんですか、ろくろっていうんですか？ろくろっていう、はい、はい、買いました、はい、くるくる回ってこう、はいはい、こうやって、はい、あれはすごいな。日本人でもなかなか持ってる人いないです。シンガポールの、陶芸教室は、レッスンは高いですから、はい、このろくろを買った方がいいと思いました。そうなんだ。はい、いや、すごいな。その陶芸って、やっぱり日本独特ですか？それともシンガポールにももともとそういうのあったんですか？そうですね。多分中国からの。そっか。そうですね。そうかもしれないです。陶芸はどこが面白いんですか？そうですね。自分の、お皿とかコップを作れる、それは結構面白いと思います。自分の好きな形に作って。はい、そうですね。自分の好きな色とか。はい、例えば、この皿にこの料理を乗せたら綺麗だなとかって考えながら作るんですか？はいはい、そうです。いや、すごいな。最近はどんなものを作ったんですか？最近は
なんて言うんですか、カビ？あ、花瓶。花瓶、はい。ベース、うん。はい、はい。花瓶ですね。花瓶ですね。はい。それにお花をこう入れて飾ってるんですか。はい、はい、そうですね。あら、すごいですね。なかなか若い人でね、陶芸に興味があるって人、日本にはなかなかいない。はい、シンガポールでは最近結構流行っています。へ、そうなんですか。陶芸体験室とか。はい、そうなんだ。面白いな。今回はじゃあこの自由フリートークということで、こういう感じで自由にお話しする形でいいですか。はい、あの30分ぐらいあのフリートークで、他の30分は、ちょっとシンガポールの観光地を紹介したいんですけど、あのパワーポイント、はい、パワーポイントスライドを準備しました。はい、いつもシンガポール、シンガポールはどこがいいと聞かれるけど、シンガポールは何もないって答えます。でも実は多分、はい、少しありますよね。いや、あると思いますよ。あ、はい、それを先生になってくれるんですか、僕にシンガポールを教えてくれるんですか。はい、はい、でも多分文法とか間違いところが多分たくさんありますから、うん、教えてください。その時はじゃあ僕が教えればいいですかね。はい、わかりました。またそれをどこかで披露する機会があるんですか。そのプレゼンテーション、今からシンガポールのことを教えてもらうわけじゃないですか。それを僕以外のところでまた本番があるんですかね。それとも、すみません、本番ってどういう意味ですか。うん、そうですね、僕が聞いてたのは、例えば、うん、今度公園で、公園、会議とかでこのシンガポールのこのいいところ、観光地を日本語で、うん、そのプレゼンをする機会があって、今は練習なのかと思ったんですよ。そういうわけではないんですね。どうでも難しい。はい、わかりました。とにかくじゃあ、してくれるということで、はいはい、楽しみにしてますので、よろしくお願いします。はい、日本語はどうやって勉強されたんですか。そうですね、最初は、日本語の学校に行っていました。はい、1年間ぐらいですね。今それはシンガポールの、はい、シンガポールの日本語の学校、今は、独学で勉強してます。何を使うんですか。ドラマを見たりとか、アニメを見たりとか。はい、それもありますけど、だいぶは、ポッドキャストを聞いたり、YouTube を見たり。日本の好きな YouTuber がいます。私は見ているのは結構、日本語を教えているチャンネルなんですね。あんまり日本人がこう、はい、日本人向けな、チャンネルじゃないんです。ではない、はい、でも日本人がやってるんですか、そのチャンネルは。はい、そうです。日本人が例えば英語とかで教えてるんですかね。日本語で教えてるんですね。あ、日本語で教えてる。先生は今度僕も、はい、好きな日本語のチャンネルがありますか。おすすめがありますか。あ、おすすめ、おすすめっていうとなかなか僕は人には言えないようなYouTube を見ているので、なかなかおすすめはできないんですけど、そんな悪い意味じゃないですよ、ちょっと。そうですね、そうですね。まあ人に勧められるようなものではなかったのですみませんが、はい、でも僕将棋が好きなので、将棋のチャンネルを見たりします。YouTube でもよく将棋の動画が上がっているんですよ。それで、そうですね、長いものだと何時間もやるんですね、将棋って。もう3日間かけて一
つのゲームをやったりするんですよ。へー、将棋って本当に難しくて長い時間かけてやったりするんです。へー、へー、そうですか。じゃあどうしますか、あの休憩とか、あ、はい、取りますよね。でも、うん、休憩取ります。3日間かけるので、うん、じゃあどうやって1日目の終わりの時にじゃあここで休憩にしましょうって対戦相手の人と決めて、うん、その日は休憩するんですね。うーん、で次の日の朝また何時に集まりましょうって言ってまた来て続きからやるんです。そうなんですか、うん、面白い面白いですよね。でも僕はプロではないので、もう本当に10分で終わる将棋を指したりします。あ、すぐに終わるように、うん、うん、ただプロの人たちはもう長い時間かけて行って行って考えるんですね。チェスみたいに次は何をしようかっていうのをもう長い時間もう何時間も考えて行ってさ、そんなようなすごい難しいゲームですね。頭が痛くならない痛くなりそう最近はですね、その将棋なんですけど藤井聡太さんっていうとても強くて今まだ中学生なのかな、とても若いんですよ。でもその人がとても今活躍していて、うん、今話題になってます日本では。日本では将棋をできる人が多いんですか？今はあんまりいないと思います、やっぱり頭を使って疲れちゃうので。うーん、僕の友達には2人しかいないですね。他の人はもう嫌いだって言ってやりません。学校で教えてますか？そのいや教えてないです。うーん、遊びですね。チェスと一緒でやっぱり、まあ、好きな人がやるっていう感じです。うん、じゃあ部活動とかそういう部活動はよく分かりますね。部活動はあったりしますよ。でも、あ、将棋部、うん、で将棋の、そうですね、高校生とか中学生とか将棋の大会があったりします。それはスポーツと一緒ですね。ヤメインさんは日本に来て音楽を教えてたっていうことですけど、何年前ぐらいに来てたんですか？日本で、英語を教えてました。あ、英語で言ってました、はい、ごめんなさい、はい、英語ですね、はい、それは何年前ぐらいなんですか？はい、2年前です。2年前、1年間それで、はい、去年で帰りました、はい、その時どこにいたんですか？日本の、そうですね、日本の、熊本県にある、天草市っていうところに行きました。天草市っていうところに、はい、ちょっと行ったことないんで分からないんですけど、うんうんうん、どんなところでした？ビーチがたくさんあるところ。ビーチ？海。ビーチ。あ、ビーチ。すみません。インドネシアの問題ですか？いや、今多分ビーチって言ったんですけども、日本語だとビーチってちょっと伸ばすんですね。伸ばす。はい、ビーチ。ビーチ。わかりました。ビーチって言うと。ごめんなさいね、そしたら海の近くに住んでたんですか？そうですね。その時からもう日本語は結構喋れたんですか？そうですね、2年前は今ほどできなかったけど、うん、はい、少し、うん、はい、簡単な言葉とか会話とかできました、はい、小学生の子供たちと少しまあ日本語で喋ったり、まあ、英語を教えたりしてたんですね。そうですね、はい、その時は一人暮らしをしてたんですか、日本で？うん、そうですね、はい、料理とかは自分でしてました？そうですね、料理はあんまり時々作っていました、はい、うん、私はあんまり、料理するのは得意じゃないから、はい、そうか。そしたら日本のお店とかに行ってご飯を食べてたんですか？はい、はい、よくレストランとか、または弁当セット、うん、はい、うん、よく買っていました、はい、
どうでした？美味しかったですか？うん、美味しかった。うん、その美味しか特に美味しかったものとかってあります？うん、そうですね。甘くさは、海に近いから。うん、海に近いから。いいですよ。はい、美味しい刺身が食べられました。うん、それは一番好きなことだった。そうか。そしたら多分、その一番美味しい刺身を食べたので、他の場所で食べると少し満足できないかもしれない。そうそうですね。はい、今シンガポールに帰ったら全然あまり食べないんです。食べないようになりました。ああ、シンガポールの刺身より美味しかったから。はい、うん、そうですね、うん。シンガポールでも生の魚食べたりするんですか？食べない人もいるんですけど、うん、私は日本に行く前は全然食べられなかった。美味しくないからシンガポールの生刺身、うん、わさびつけて食べました。はい、はい、あ、わさび辛いのも大丈夫でした？はい、そうですね、大好きです。逆に日本で来てこれは食べれなかったなっていうものありました？あ、納豆？納豆あんまり好きじゃないんですね。うん、いや、やっぱりよく聞きますね。うん、味はちょっと、うん、匂いですか、やっぱり。はい、そうですね。それともネバネバ、ネバネバしてね、はいはい、ちょっと伸びるような。はい、うん、そうです。先生はどうですか？好きなんですか？僕も匂いは得意ではないですけど、でも食べますよ、よく。それはね、健康、この栄養があるからですね。そうですね。そう。だから、薬だと思って食べてます。好きでもないですけど嫌いでもないです。毎日食べますか？大体毎日食べてますね。すごい。朝に1回納豆を100回かき混ぜると美味しくなるっていうんです。うーん、箸で100回ぐるぐるぐるってかき混ぜて食べます。うーん、ダメでしたか？はい、今まで、はい、あまり、うん、慣れていない。うん、でもお店屋さんに行って納豆ってなかなか出ないですよね、きっと。うん、そうですね、うん、あまり。どこで納豆食べてみたんですか？そうですね、多分日本人の家に行くときかな。そうか、はい、その日本人のまた先生の人ですかね、もしかしたら。はい、先生とかホストファミリーの家も。あ、はい、まあ、ホストファミリーの家に住んでたんですか？一人暮らしじゃなかった？はい、1週間くらい住んでいました。あ、そこに。はい、その後は一人で住んでいました。どうでした？でもいきなり日本に来て一人で暮らしてると寂しくなかったです？大丈夫だった。なんか大丈夫だった。はい、いろいろな国からの英語の先生の友達がいましたので、はい、みんな近くに住んでいました。あ、そうなんですね。トシさんは海外に住んだことがありますか？僕は英語を勉強するのに、うん、フィリピンの方で3ヶ月間住んだことがあります。うん、あとは、まあ、インドを1ヶ月間旅行しました。まあそれぐらいですかね。あとはまあベトナムに行ったり、シンガポールはちょっと行ったことないんですけど、うん、ベトナムに行ったり、タイに行ったりはしました。うん、東南アジアの国々にはちょっとね、旅をしたりしてました。インドはドミトリーがとてもいっぱいあるんですね。うん、で、僕は一人じゃないですか。一人なので、ドミトリーの部屋に一人で泊まると、他のインド人とか、がインドの人とかが同じ部屋に泊まったりするんですね。うん、そこで友達ができたりして、あ、その楽しくインドを旅行してました。うん、安全でしたか？そう。よくインドは危険だっていう話は僕も聞いてたんですけど、うん、まあ、僕は危険な目には合わなかったです。でも一回だけ悪い人に騙されてお金を取られました。いくらだった？その時結構取られたんですよね。その時に
5万円ぐらい取られたんですね。辛い。円だとあれですけど、そう。でも、その次の日に違うインド人に助けてもらって、その、じゃあ悪い人たちのところに行って、お金を返してもらうように言えば、きっと大丈夫だよって言って、もうそこに怒鳴り込みに行って、返せお金をって言って、行ってきたんですね。そしたら、大体帰ってきました。4万円ぐらいは。よかった。でもそんなこともして、日本ではなかなかね、経験しないことだったので、それも含めて楽しかったです。シンガポールはどうですか？危険なことってあります？そうですね。あんまりないんですね。多分、いいね、日本と同じように。本当ですか？日本も、まあ、交通事故に気をつければ平和です。やっぱり車がいっぱい走ってるので、最近は交通事故、車に人がひかれたっていうニュースとか、たまにやっぱり流れますね。そうですか。うん、流れますよ。ちなみに、トシさんは、どこに住んでいますか？僕、日本の今は新潟県っていうところに住んでます。新潟はお米が美味しいんですよ。お米どうですか？好きですか？はい、好きです。シンガポールもお米ありますもんね。はい、あります。お米料理ね、ありますよね。はい、はい、結構食べてます。結構毎日食べるような感じですか？はい、特に、中華系。中華系。麻婆豆腐とか。はい、そうですね。そう、さっき中国の人と話したんですよ。中国の料理はなんであんなに辛いのかって言ってたんですけど、辛いのは得意ですか？そうですね、私は好きです。辛いもの。でも、そう、中国の辛い料理ってめちゃめちゃ辛くないですか？そうですね。中国は、北の方はあまり辛いものは苦手なんですね。はい、南の方は辛いものが結構好きです。シンガポール人、なんか、マレー系とインド系もいるんですね。みんな、なんか、辛いものは結構好きなんですね。そうなんですね。インド料理とマレー料理も結構、チリとか使っています。そうですね、辛いですもんね。僕はインドの辛い料理は食べれたんですよ。大丈夫でした。でも、中国と韓国の辛い料理は、もう本当に食べ物じゃないんじゃないかって思うぐらい食べれなかったです、僕。辛すぎて。これは負けたと思いました。こんなに辛いんだ。でも、中国の人と韓国の人は、それあまり辛くないよとか言って食べてるんですよ。でも僕にはもう辛すぎて食べ物じゃないような、もう同じ人間じゃないんじゃないかって思ってぐらい違う人間だなって思いました、ね、そのぐらい思いました。だから日本の辛い料理は全然辛くないですよ。でも僕にはちょうどいいですけど。そうですね、はい、韓国と中国はもうとてつもないレベル。私も時々泣きながら食べます。はい、本当に。それはでも美味しいんですか？はい、泣いてるけど。それでも美味しいと思います。ちょっと変ですけど。涙が出るけど美味しいですね。はい、じゃあ辛いのに強いんですね、やっぱり。そうか。30分経ちましたけど、そしたら。はい、じゃあ行きます。ちょっと見えますか？見えます。はい。動物園。